なんか今自分の拠点の外で弓撃ってるやつがいるんだけど。殺されてる。ダブバレも足してた。どういう状況？ AI 倒して注射器欲しいんですよね。その辺に AI いたと思うんだけど、いた。あ、倒した。これで注射器出たら神だけどな。出ないか。え、なんか来た。おーおーおー。なんだあいつは。めっちゃスノーボールランチャー撃ってくる。え？別人が。やばいって。いたたたたた。全然ダメージないんやけど。なんなんこいつら。無事帰宅。しかもマジで真隣の拠点のやつっぽいし。スノーボールランチャー撃つか。よ。これ、いね。道沿いの AI を見つけたいんだけど、前哨基地近辺の道沿いってここしかないんだよな。倒した敵が注射器持ってるか、まあそれか、ウォータートリートメント行って、ボックスから出すかだな。おーおーおー、自分の拠点近辺で戦いが起こってる。前回苦い経験をしてしまったんだけど、ウォータートリートメント行ってみるか。で、前回マグナムリボルバー解放したんですけど、ピストル弾をまだリサーチできてないんだよな。まあなので、マグナムリボルバークラフトして、ピストル弾を取り出し、レシピを覚える必要がありますね。アクティブじゃなさそうだな。行こう。あそこアクティブだったら絶対撃たれるから。とりあえず、ウォータートリートメントには入れそうではあるんだけど、あとはボックスが湧いてるかだな。お、箱湧いてる。ダメージ食らうけど、行くか。出ろ。出ない。やばい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 。出ろ。お、出た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 。うわ、アスレチック上がった方が良かったな、これ。登るか。あんまり長いすると敵が来るかもしれないんでね。回るんだったらパパッと回りたい。他のとこ回らなくてもいい気もするけどな。湧いてる。中は湧いてない。あとは持って帰るだけなんだけど、狼の足音がしてる。おとなしく行き来た道を帰るか。これであのでかい拠点アクティブになって殺されるんだよな。それだけは頼む、勘弁してくれ。ここまで来たら帰りたい。え？足音した。走り抜けろ。
なんかいるな。逃げてった。前哨基地見えてきた。入らせてくれ。よし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 。これはつけただろう。無事に前哨基地到着。分解していきましょう。分解終了。前哨基地のリサーチテーブルで覚えていこう。よし。とりあえずミッションはクリアしたんで、持って帰れなくてもいいや。無事帰宅。え？なんか流れ弾飛んできてんだけど。怖いからやめてほしい。だいぶ夜になってきたんですけど、マグナムリボルバークラフトしたんで、ピストル弾覚えたいと思います。よし。ナイトビジョンつけて外出よう。スーパーマーケットとか普通に敵いそうなんだけど、ね、大釜窓回ってんのか、ここ。タレット動いてる。スーパーマーケットで待ってたら敵来そうだけどな、これ。まあでもさすがに夜には来ないかな。あの拠点がアクティブで、拠点内から撃ってんだ。お、来た。ん？おい、フラッシュライト？ぴょんぴょんしてんな。ただの原人だった。箱も開いてないしね。どうしような。今回で少し拠点も強化したいんで、資材集めし始めてもいいけど。いや、夜の間は敵を狩ろう。わ、二人もいる。え？え、え、え。C4 リードしてる。さすがに回収されてると思う。回収されてない。え？マグナムは置いといて。なんなら、道路標識もらえてるんだけど。あ、でもナイトビジョン回収されてますね。ワンチャンマグナム落ちてねえか。マグナムも回収されたっぽいか。今敵あんまりいなさそうなんで、サクッと石集めしようかな。この辺のアクティブだった奴らは、いなくなったか。あ、でもシャンシャンボックス上にあるね。うわ。シャンシャンボックス叩こうとして、ん？違う？どこ走ってたの？白石を叩きたいんだけど、金属の鉱石は前回めっちゃ手に入ったんだよね。お城みたいな拠点がある。え、めっちゃ硫黄湧いてるじゃん。まあでもそれよりも白石が欲しい。ジャックハンマー使いたいんだけどね。ロストが怖いんで。とりあえずツルハシで叩く。これ最後にしようかな。死ぬのがちょっと怖い。よし。うわ、まだある。これが最後。本当の最後。よし。え？なんか死んでない？まだやってんのか、レイド。
無事帰宅。まあまあ白石集まりました。あ、レイドし終わった後だ。しかもレベル3ベンチない。さすがにスノーボールランチャーじゃ無理か。うわ、レベル3ベンチ回収された。おお、なんだてめえ。あ、レベル3ベンチ回収しようとしてた。ハンマー持ってる。ハイエナたちが群がってる。無事帰宅。一応まだレイドは続いてるっぽいんすけど、違う方向へ行ってみようかな。ほう。なんで死んだんだ。次は廃材のアイスピック。帰っちゃったか。そりゃ帰るよな。こっち側はあんまり人いないな。やっぱりあれか、自分の拠点付近だな。多分今も現在進行形でレイド起きてるだろうし。あ、できるね。みんな水道管のショットガン持ってるな。プレゼントで出るから。とりあえず、全焼基地に戻ってきました。アイテム少しだけなんだけど、分解していこう。え？ロープ入ってた。ありがてえ。プレゼントあげるか。これを、ギフトにして、えい。え、LR 持ってんだけど、こいつ。アンラッキー。え、アンラッキーってなんか見たことあるぞ。プレゼント for you。バカが。でも喜んでる。白石を少し木材に変えたいと思います。やばい。やばいやばいやばい。原油焼いていこうかな。よし。無事帰宅。拠点周りにある寝袋を壊す。やばいな。拠点建てた位置、ゴミすぎて、俺、増築全然できないんじゃない？もしかすると。これも壊そう。よし。うわ、この辺建築できなそう。まあ、やってみるか。うわ、地形な銃声。邪魔される気がする。またレイド始まってん。レイド祭りやな、これ。うわ、やべえ、建築できねえ。
どうすればいい？こうか。あ、だからここを四角にしないといけないってことか。あ、ここいけるの？あ、いいね、いいね、いいね。あれ、案外頑張れる気がしてきた。仮でこうなるかもしれないっていうのを立てようかな。これ木が邪魔で立てれない感じ？木が邪魔とか関係ないもんね。うわ、全焼基地が近すぎるのかもしれん。うわうわ、誰が来た？とりあえずここを金属強化して、面白くか。いや、ここに建築できないの痛すぎる。この辺までは建築できる。ちょっと全焼基地に近すぎたかもしれないですね、建てる位置が。これ本拠点を別の位置に建てた方がいいっすね。まあ、なんでこの拠点高くして塔とかにするかもしれないけど、この場所だとがっつり強化はできないっすね。シンプルに問題が発生してしまった。まあでもな、今レシピがあんまり進んでないんで、スクラップ集めをしなきゃいけないことに変わりはない。ラグ。やばい、後ろから撃たれてる。リボルバーだけか。え、下にいるんだけど。うぃしゃがまないマグナムリボルバー全然当たんねえんだけど。無事帰宅。またリボルバー出た。てか思ったんだけど、俺さっきのリボルバー拾えてたっけ？もしかしたらインベントリいっぱいでちゃんと拾えてなかったかも。まあどうせリボルバー使わないからいいんだけど。さっきの敵からゲットした部品系を分解しましょう。え？なんで？もう少ないけど。分解していきましょう。よし、分解終了。なんだかんだで今回も資材だったりスクラップとか増えてってますね。無事帰宅。技術ツリーを進めていきたいと思います。トンプソンいけるかな。あ、ギリいけない。あとスクラップ3か。まあ今回で注射器とかピストル弾とかも覚えたからね。まあそういう意味ではスクラップは増えてってます。まあでもめちゃくちゃ成長したかって言われたら微妙だけど。